世界でいう犯罪とは大違いですもんね。テロなんか含めたってもちろんあれは逃げ切る気がなくてやっとるのもありますけど、あっさり捕まったり時間はかかれどなんとか解決に向かう一方、ハック関連ってなかなかですもんね。キムに巻かれてあれだけ追跡できるブロックチェーン利用してる割には紙切れみたいに破って捨てればわかるような犯罪関連なんかが捕まってデジタルの方が追跡できんっていう逆転現象がどういう理屈なんかなと自分の中でもそれ解明できなくて、それが逆に面白いというところで。はい、と2019年5月11日本日ピックアップしたニュースの紹介。まずはビッグバンによって宇宙が最初に作られて拡張し始めてからこれまで予想されたより宇宙が明るかったことが確認されましたよ。毎度なじみ個人的お気に入りの神秘的情報で、ジェネーブ大の天文学、デンマーク、ルスボア研究所、オーストラリア、ズエンボン光化天体物理学とスーパーコンピューターセンター、オランダ大天文台、チリ国立大学天文学、神の天文台、イギリスケンブリッジ大研究所、カリブ宇宙研究所、アメリカカリフォルニア州、サンタクルス大、リック天文台の要求ある共同研究チームが、アメリカの航空宇宙局 NASA が運営する宇宙望遠鏡を用いて観測した結果、宇宙初期の銀河の中は予想より明るいことが確認されましたよと。今回の研究結果はイギリスの天文学会月刊レポートマンスリーノーセスオブザロイヤルアストロミカルソサエティの最新号に掲載された内容だそうで、お前で言うのに長えなこれ。この要求ある大学の天文学なんか含めた研究チーム全てが宇宙の2つの点を選んで200時間以上観測した結果、ビッグバン以降10億年が経った時点で知られている130億年前の光を捕捉することに成功したとして、こういうことがようこうやって観察とか研究でわかるんですね。自分の知識に埋め込みたいんでこうやって読むんですけど、いやはっきり言ってあれですよ、知識の範疇を超えてますよ。めっちゃ調べたりしながらなんとか知識に埋め込みたいってことで、この後同時にここら辺の関連の技術関連を自分で問題作ってアプリに突っ込んでるんですけどね、知識に落とし込みたいから。こうやってコツコツと研究、この場合観察などを含めて持続していけば、昔のことでもこれ分からんことないんだよな。でもちろんこの観察結果が正解かどうかは誰も分からんから、少なくともこれに従うしかないですけど、ただ今回の発表内容から例えば少しでも違っとれば軌道修正してフィードバックしていけば、別にこの観察研究結果が全く役に立たんというわけじゃないから、そう考えるといろいろ些細なことでもこの場合めちゃくちゃでかいんですけど、こうやって研究観察とかやってみるもんだよなって。もちろんそこに資金があるとか仕事として成り立つのか、常識的なことを問いかけられる瞬間はありますけど、やってる人たちはでもこういうの多分楽しいでしょうね。めっちゃもうワクワクしちゃうでしょうね。でもこうやって自分の本当知識の範疇を超えることをこうやってわざと分からずに言及するっていうのもこれもあれですよね。自分への負荷がかかる。いやこれ自分にとって面白いということで、理解しずに言うなよという話ですけど、理解しないことも分からずに言うっていうのがここら辺の自分のスタンスというところで。はい、と次、半分これイチャモンくせえことはあるんですけど、 Facebook の AI システムがテロ関連のコンテンツをフィルタリングできずに関連するコンテンツを自動生成している件について内部告発が出ましたよと。アメリカワシントンの内部告発センター NWC が匿名の情報提供者らから入手した情報によると、アメリカの証券取引委員会 SEC に先ほどのテロ関連の AI 自動生成コンテンツを出ているってことを、まあチクったってことですね要は。いやわざと言葉を悪く言いましたけど、これはでも言い出したら AI とか極端に言うと今出てきたる 5G とかそれこそ自動運転とかだって 100% 技術が完成しとるわけじゃないから、全部弾けっていうのはちょっとあれですよね。他人に全てをなんか押し付けすぎっていうので、言い出したら世に出とる AI 全てが 100% こんな感じで機能を全て発揮できとるわけじゃないから、読み込めてなかったり処理できなかったり誤った判断、極端に言うと英語とか含めた外国語の翻訳ですよね。 YouTube なんかの言語翻訳だって言葉から起こせば、まあ別にそんな大した技術じゃないっていう現状では分かっとるから、それを 100% 翻訳して母国語のように方言までちゃんと伝えるように、ね、翻訳しろって求めてるようなもんだから、そこまではあれだろうな。でテロ関連だから特にピリピリする部分はあると思うんですよね。特に Twitter とかと違って Facebook の方が実名性があるから、それだけソーシャルとして上げやすい、要は主張しやすいってことですよね。この手の犯人たちって隠れてやるんじゃなくて自分の存在を知ってほしいとか、そこら辺の人間心理があると思うから、多分実名性のソーシャルの方が相性がいいんでしょうね。だから Facebook とか匿名のでもできる Twitter と違って、ちょっと半分 Facebook に対するイチャモンじゃないけど、言いがかりじゃないけど、潰したいじゃないけど、そこまでもなんかなと、一応 Facebook 絡みで取り上げましたけど、うーんっていう感じだなというところで。
はい、次、どの国もやはり原発関連はピリピリしとるというところで、韓国で再稼働の承認を受けたハンビトの原発1号機が稼働停止しましたよという内容は10日の時点の定期検査で異常が発見して韓国水力原子炉始動停止を指示したとして発表しています。このハンビット1号機の補助給水ポンプが自動的に起動したっていう報告を受けて、韓国原子力技術院が専門家が現場に行きリサーチした内容からは、原子炉からの放出値が制限値を瞬間的に超えているということで停止命令を下したそうですけど、その後は詳細な原因分析して再発防止対策を検討しつつ、安全運転が可能であるなら再度再起動を承認する計画としたんですって。同時に放射能レベルも標準を維持していることは確認されていますよと。さあ、ここら辺も最初に挙げた宇宙とかの観察研究結果の類似しますけど、自分たちの知識の範疇を超えたことの開発研究なんかやっとるから、あ、自分からしたらね、この人たちにしたら多分知識の範疇内って言うかもしれんけど、それでもこうやって予想外のことが起こっとるから、少なくとも範疇外と捉えていいですわね。バイナンスハックと一緒で、本人たちは実は知識の範疇内で把握しとると思っとっても、ああやってイレギュラーなことが起これば、すでにそれはもう自分の専門外を超えとることですからね。それだから面白いって言ったら言い方が悪いけど、こうやって問題があるから少しずつ研究開発なりメイクトライ繰り返して改善していけるよなって。やはり原発関連はどの国も一緒だなっていうのが再認識させられた限りというところで、はい、じゃあ次。10日ソウルで韓国科学技術情報情報通信 NYPA が入国審査に AI 利用するなど識別や追跡システムの検証事業説明会を行いましたよと。 AI 関連の約70社代表100人ほどを招いて公募を集ったそうなんですけど、っていうのは現在韓国では入国審査なんかに関して AI 利用して最高系として開発研究がということです。パスポートがなくても本人確認ができるようにっていうプロジェクトを行っていて、その企業を公募で選びたいっていう計画なんですよ。 AI ベースの顔認識だけでなく、異常行動のパターンアルゴリズムを保有している機関を対象として、要はそれだけの AI なんか開発しとるところを空港の入国審査管理など含めたところに導入したいっていう狙いですよね。で、科学技術情報が50億までサポートして、選別した企業に対して4年にわたってパイロット期間を経て導入していきたいという狙いだそうなんですけど、日本円換算で5億ほどって考えると、これだけのシステムを導入できるなら安いと考えるか高いと考えるかは人それぞれですけど、相変わらずこの国は本当こういう意味でいい意味で賢いと思うのは、全部が自分たちで開発していかんってことですよね。アイデアとして入出国に AI 利用して、この場合 AI でも何でもいいですけど、要は簡単に今まで以上にさらにテロなんか含めた危険対策ができればいいっていうところを、選別条件だけ AI の顔認識から異常行動を察知できるっていう技術まで開発できとる企業を集っていくって、ただし資金は出しますよっていうところで、国の機関とかだからできる技ですよね。買収とかよりよっぽど自分たちにとって有利なシステムだから、要は資金調達したいところがこぞって応募してきて、それだけの技術を誇示して、そこのさらに誇示したい技術の選ばれた中を選別できるってところで、よりいい技術が選べる可能性が高いですもんね。自分たちから探しに行くより、要は餌が撒いたり池で釣りに行くような感じですもんね。最初から自分たちで餌とかをひっつけて釣ってないですもんね。賢いシステムだろうなって、純粋に悪賢いとかそういう意味じゃなくて効率的っていうのかな。でもなんか見た目、また口の言い方悪いけど、おっちゃんたちがおるような団体がやっとるとは本当思えんというところで、はい、じゃあ次。アメリカのブロックチェーンスタートアップ、おなじみのサークル傘下の仮想通貨取引所ポロニックスがツイッターアカウントを通してワシントンの当局から取引ライセンス取得したと発表にしてますよと。アメリカは本当あれですわね、州が多いもんで、ほとんど国っていうような存在だから、州自体がいろんなところやはり開設していく、要は取引したい従ってライセンスが必要になってきますよね。多少ずれるところがあるから、州によっては規制関連のしがらみに対して、ここら辺も公式ブログとか取引所のアナウンスではやるじゃなくて、ツイッターでやっていくとか、本当にいかにもなんか現代らしい発表だよな。バイナンスとかでもそうですよ。やっぱりこういう速攻性って言ったら言い方悪いけど、公式アカウントがこうやって公表していくのが一番早いわなって、記事とかに書くよりって。それだけツイッターが流動性があるって、どこのこの場合取引だけじゃなくて、他の団体とか機関全てがそういう認識しとるんだろうな。中国系だって結局自分たちの慣れしたんだツイッターに匹敵するような向こうの SNS とか使ってやっとるわけだから、
いずれにせよそれだけの規制の認可をポロニクスが素直に受けたということで、はい、じゃあ次、これはまあ本当にどんどんビットフェニックス絡み、信用をなくす行動ばっかりだよなーっていうのが、ナスダックのリキッドインデックスにデータ提供するブレイブニューコインが取引所の価格差と透明の欠如を理由に仮想通貨取引所ビットフェニックスのデータ使用を暫定的に中止する方針ですよ。暫定的じゃないと思うんですけどね。サスペンだけど、これ一生だと思うんですけどね。ブレイブニューコインは追加の検討するまでビットコイン、イーサリアム、リップルのリキッドインデックスに関してビットフェニックスデータを削除することを決断したそうで、リキッドインデックスは先ほど述べた仮想通貨のリアルタイムの価格変動を通用する指数で、ビットフェニックスのデータを削除していくっていうのはコインマーケットキャップのビットコイン価格とかと同様にそれだけ信用を失っているというのは誰しもが分かるところですわね。本当にこれを思うと、これを見ると単純に資金調達して嘘の上塗りで時価総額上げたりとか取引高を増やしたりとか、いかにもなんか取引所が潤ってるとか、そんな風にしても全くなんか意味がないんだよなーって、むしろなんかだんだん相手にされんくなってますもんね。やんわりと関わらないというか、言うこと聞かないみたいな感じになってますもんね。これだと同時にハックされても株を上げたと思われるバイナンスとは本当に大違いで、やはり利他主義じゃないけど、別に他人のために生きろっていうわけじゃないですけど、国内通貨換算を増やすより本当に信用とか他人のためにするとか真摯な態度とか、そっちの方のがよっぽど資産価値あるわなーって本当痛感させられる限りというところで、はい、じゃあ次、新版銀行は単純に銀行サービスの開発だけじゃなくてブロックチェーンとかの方にももっと力入れてるから、そのための布石として銀行サービスを開発強化しとると思わせるのが、新版銀行が住宅ローンの融資審査する際に世帯の人が営業店舗を訪れて住宅の保有紹介同意書を作成しなかったことを改善してモバイル同意サービススタートすると発表していますよと。去年の住宅マーケット暗転対策の施行後に住宅ローンの金融審査を受けるには、これ世帯の登録した全ての人に対して銀行営業店に訪れて紹介の同意書を作成する必要があったんですよ。めっちゃめんどくさいね。そんだけあれなんですよね。この住宅マーケット安全対策の施行後というのがもろ影響を受けたんでしょうね。融資額に関わらずということで、さ、店舗行かなあかんし、世帯が多ければ多いほどめんどくさいし、当然これあれでしょうね、他の世帯収入とか個人のとか、それこそ無職とか、なんかそこら辺まで多分あれでしょうね、マイナスポイントにされる部分あるんでしょうね。当然のごとく平日行かなあかんかったらこんなんあれですもんね。常識的に働いてる人とは意見外という話になっちゃいますもんね。ただ今回の新サービス導入によって銀行が送ったこれ携帯電話のテキストメッセージ返して同意手続きできるんですね。ここできるのに今までやりゃいいじゃんって感じですね。じゃあ携帯電話がなくちゃダメなのって言うかもしれんけど、これ他にも別に携帯電話なくても購入の認証書のパスワード入力返して同意手続き進めることができるとしていますけど、すごいですね。今までできたのになんでそんなにやらんかったかなっていうのが、多分新版銀行これ韓国でも割とブロックチェーン関連に手を入れとって、銀行サービスじゃなくそっちの方も開発しとるから、そこを最終的に導入して国際送金とかに着手したいから、銀行サービスも並行して開発せざるを得んという状況にしとるのかなって、布石っていうんですかね、多分こっちの方が本業じゃなくてブロックチェーンとか仮想通貨の方へ移行していくっていうのを本業にしていくんじゃないかなって、銀行業だけじゃなくて。現状韓国は特に国際送金から ICO から厳しい国だから、こっちの方を強化していくっていう動きなんじゃないかなって、勝手にこれ全部推測ですよ。何のデータの裏付けもなくて、ただ自分が今まで見てきた中のことを感じてそうするんじゃないかなって。特にそういう動きが盛んなんで、だってこのタイミングで銀行サービスを強化していくっていうメリットってないですよね。メリットって言ったら言い方あれだけど、だって大体の人多分銀行サービスはだんだん減っていくっていうか、銀行自体が変わっていくんじゃないかなって。一気に仮想通貨ってわけじゃないですけど、少なくともデジタル通貨が始まって韓国の規制、本人確認、 KYC 問題さえクリアすれば国際送金なんか別に料金安くできるし、他の部分だって簡単だから、銀行サービスはこのままいくとは多分誰も考えてないと思うんですよ。まあ、そういう負けじゃないかなって。最悪韓国にベースを置かなくてもいいように、そこら辺は中国の方も後で出てくるというところで、はい、じゃあ次、 Facebook みたいにまたこれなんか撤回するんじゃないかなっていうのが、 Yahoo がトップページに掲載する広告についてアフィリエイトなどを広告出稿を6月3日から取りやめますよっていうか、自分だとGoogle で見とるから Yahoo なんかここどうだろう、5年とか7年ぐらい多分見てないであれですけど、
昔の覚えだとあんなトップページなんか本当あれですもんね。あ、今でもそうか、こうやって出とると。これはあれですね、自分のアカウントで Google やっとるから、多分そこの関連広告が Google 広告で出るんですけど、 Yahoo なんかもそうですよね。関連のバナーなんかばっかりトップページ行けば、それこそニュースは見やすいで、昔 Yahoo トップ利用してましたけど、これだけ多分アフィリエイト広告なんかで多分 Yahoo からの意図しない広告を表示するっていうのが多かったんじゃないかなって。それか中国みたいにああいう当局の規制じゃないけど、日本の方でなんかそういうところで引っかかったのあるか。少なくとも自分のアンテナではそこまでかかってないんで、何でこうやってやってたのかわからんですけど、やはり Facebook とか同様に広告規制していくっていうのは、それなりにユーザーからのマイナス意見が多かったか、当局規制か、そのあたりが一番だよな。多分広告主優先では考えてないはずですから、この場合自分たちの身が安全だと思うから、こっそり復活してくるんじゃないかなという、同時に Google でいいんじゃねえっていう現状は、 Yahoo が飛び越えていくっていう可能性は多分確率的に5割より低いと思いますから。はい、ということで、では次、やっと来たな、これ遅えじゃんっていうのが、行政手続きなんかをネットでできるような法案が衆院会議で可決しましたよって。これ何年かかったんでしょうね、本当に。住民票なんか含めて、それこそ出生届から引っ越し含めてできんことはないと思うんですよね、システム的には。セキュリティ面はもちろん優先しなあかんのはあかんですけど、ここら辺でなんか言えないしがらみがあって、導入しない方が自分たちにとって都合が良かったんじゃないかなって、これ全部憶測ですけど、どう考えたって社会人がわざわざあんな朝の何時です、9時とか8時とか夕方5時とか時間限定して、昼間行きゃ今度って行っても並ばなあかんし、それこそハンコがいる、手書きしなあかん、紙がいる、ネットからなかなか行えない、そんなシステムがネットがない時代とか、手紙でやり取りする時なら別ですけど、今でこそこれもう電子投票なんか来て、さらには国際送金なんか仮想通貨なんかでできとるっていう時だから、デジタルマネーも盛んになって、顔認証、生体認証含めて出てきて、今更わざわざそれの期間行って手続きするっていうことが、ネットが 5G に移ろうかっていう時には考えられないですもんね。これが進んでないからマイナンバーとかのあたりも出てきだしたし、免許証自体もまだまだデジタル化っていうのは程遠い存在で、韓国みたいにやる気があるなら公募して投資していくっていうのが一番早いんじゃないかなって、自前で開発できなくても。あとは公募しても政府側とか日本当局サイドがそれだけの技術を管理できるシステムになってないってとこもありますよね。ここら辺も想像ですけど、いずれにせよ本当遅かったなというところで。はい、と次、これ結構素晴らしいと思うのが、収益がプラスになったとかそういう問題をどうのこうのじゃなくて、去年の12月第一四半期の決算説明会を GMA インターネットが動画配信にして公表しましたよと。これですよね、本当に。韓国政府関連が YouTube 利用してそういう配信を行っとって、かなり登録者数とか見とる人少なくて、自分みたいに多分マニアックなやつじゃないですかね。どういう感じなんかなあたりですか。あの試みはいいと思うんですよね。あのバイナンスボスがハック後にペリスコープ通して、ペリスコープ使うと Twitter とも連動してどちらでも配信できるから、最悪アカウント作ってなくても Facebook とかと違って Twitter なら、あの悪い言い方するとステアカとかの別に閲覧だけはできますからね。意見もできるし、匿名だから、逆に匿名で大っぴらに名前言いたくないという人もおると思うし、ただ少なくともこうやってリアルタイムで見れる場を設けるっていうのが素晴らしいよな。実名でやらなあかん Facebook だとなかなか敷居が高くて、見に行くとバレるのが嫌とか、そこから実名にしんくても足がつくとかって考えるかもしれんけど、他の媒体使ってこうやって動画配信していけば、少なくとも少しでも関連ある人は、最初見て嫌ならやめたでいいですし、興味あるなら見ていけばいいですし、ここら辺は政治関連とかで割合相性いいと思うんですけどね。あと何を言うなら、下に英語字幕をつけるとか、そこら辺があれですね、自動化になってくれてるんですよね、YouTube とかでも。あの翻訳をわざわざしんくても、今だととても翻訳っていうレベルじゃないから、特に自分みたいに変な方言とか、まともな日本語使ってないと、翻訳するにもぐっちゃぐちゃになって、滑舌が悪いと余計なおさらなんですよ。で、主語と動詞詞が遠いとか、形容詞と副詞がかけ離れとるとか、接続詞が多いとか、もうここら辺ちょっと話脱線しましたけど、収益が良くなったとかそんなことより、この動画配信で伝えたっていうことが一番素晴らしいよなと思った限りというところで。はい、じゃあ次、サクッとトークン版ニュースとして、ペックシールリサーチによると、昨日ですね、韓国時間の16時45分、テザーが TRC20
トロンベースの USDT 7400万をトークンバーンしましたよ。ただそれだけで原因とか何で行ったとかどうのこうのは書いてないですけど、なんか口悪く言いますわ。自分たちでトークンバーンしてもトークンバーン死んでも今までやっとることが間接的にトークンバーンされるようなことやってますもんね。いや本当に笑い話とかじゃなくて、これは実際にはああやってインデックスとかコインマーケットキャップとかが除外されてるんで、ね、言い方悪く言うと仮想通貨関連の何らかの数字を利用した提供サービスからバーンされてるようなもんですもんね。バーンよりひどいですよね。もう復活できるのバーンですもんな、本当に。はい、ということで次、仮想通貨取引所バイナンスが公式アカウントを通して API や2段階認証 2FA や出金認証手順などアップグレードを進めていると公表していますよ。サクッと箇条読みでいくと、バイナンスボスは誠実で透明性を保ちたいと思っている一方、 CEO を含めた投稿すべてハッカーが読んでいると思われるので要注意ですと。バイナンスチームは入出金が一時停止している1週間の間にセキュリティ関連の改善するために努力していて、できるだけ早く変更を実施しようとしていますと。特に API 2段階認証引き出しの分野において大きな変更を加えていると。その他の改善点としてはリスク管理、ユーザーの行動分析、そして何よりの個人確認、KYC 手順、そしてフィッシング攻撃の検出をしていますと。さらにバイナンスは指キーなどの2段階認証デバイスのサポートを追加していて、新機能を宣伝する方法として仙台の指キーデバイスを配布する予定です。そしてバイナンスハックに関しては、ビットコインホットウォレットから盗まれただけで、他のホットやコールドウォレットは影響を受けていませんと。要はビットコインだけということを強調しとるということですね。それ以外は大丈夫ですよって。ここが地味に興味あるのが、バイナンスはプラットフォームのセキュリティ向上させるため、またはハッカーを捕まえるために約12人のセキュリティ専門家と協力していますって。これ誰なんでしょうね。ペックシールドとかあの絡みは多分入っとると思うんですよ。なんか表に出てこんやな。あれなんですかね。バイナンスの闇のセキュリティ部隊とかなんですかね。なんかどういう漫画とかにも出てきますよね。こっそり表面には出てこん裏の実行部隊な。なんか本当あれですかね。変な探偵物の読みすぎかのあれですけど。いずれにせよハックされとる以上、やはり自分たちの範疇を超えとるという認識があるんでしょうね。そしてバイナンスは先ほどのセキュリティ専門家など含めたブロックチェーンの分析会社とも共同で、ハックされたビットコイン追跡だけでなく、盗まれた資金凍結するために他の取引所や金融サービスプロバイダーなんかと協力していますと。これはもう当然ですよね。コインベースなんか含めた横展開で、多分アドレスなんか全部分かっとるはずだから、もう来た瞬間に凍結という処置は行っとるはずなので、バイナンス連合対ハッカー一味、多分一人ではないと思いますからっていう戦いですかね。ここら辺からちょっと感情を揺さぶるような書き方しておるのが、チームは戦闘モードに入っていて、長期的にバイナンスをはるかに強く、そしてより安全にすることを決心しています。なかなかあれですよね。戦闘モードと決心という言葉はあれですよね。日本語にするとちょっと心を揺さぶるような書き方しますね。そしてバイナンスボスの CZ がツイッターなどを介して仮想通貨コミュニティと連絡を取り合って謝罪などするために、要はスラングじゃないですけど汚い言葉を使用するなど間違ったことを言うことがあるかもしれませんです。いや今まで言っとるよね。ここら辺はいいよ。言い方はクールなんだけど、確かにそういう言葉使うね。まあ、人間だからあれだろうね。感情的にならんっていう部分はないわけないから。ここら辺はあれでしょうね。信用がある人が自分にとってで言った方がいいかな。ちょっと言い方悪い言い方したり、間違っとんじゃない、ちょっとそれ言っちゃうっていうこと言っても、まあいいんじゃないと思う反面、ああやってビットフェニックスみたいになんか、よう欺いて、テザーとかみたいに、混乱の渦に突っ込んだとこ言うと、なんだこの野郎みたいなふうになるとこがあるから、そこら辺人の受け方次第かな。ただこうやって公表しちゃうっていうのもいいよな。逆にそうやって言うっていう意思の表れですもんね。そして最後としてボスはチーム含めて来週早々までにデポジットと引き出しなんか含めたところをできるように努力していますと。戦闘モードとかここら辺はなかなかあれですね。ここら辺の訳し方とか解釈は人それぞれだと思いますけど、にしてもやはりここら辺のアナウンスとかは早いよなと。やっぱり手が早い本当に。これはどんなビジネス含めたところでも、趣味とかでもそうです、遊びでも本当に尊敬すべき行動だこれは。ただ相手はこれ本当強いですね。だからこの戦闘モードを使ってなんかワクワクしとるみたいな言い方してるんですよ。勝手にワクワクしてるのは私だけなんですけど、それぐらい強いですよ。こんだけコインベースとか組んだ連合でも、これ資金の凍結まで行ってないし、足つくとこまで行ってないし、もちろんこれだけのことだから公表しなくて裏で進んで捕まえた方がいいっていう部分もあるから、全部が全部多分10割公表せずに、確信の部分っていうのは言っちゃいかんというか、言わん方が自分たちに都合がいい部分があるから、解決のために優しい嘘があるかもしれんすよね。にしてもどうなるか本当興味津々ということで、とりあえずあれでしょうね、仮想通貨歴代とかで見ると額はそこまでないにしても、これだけの相手を
手玉に取ったんだから限りなく最強に近いハッカーでしょうね現状は。それあれですよね、あのかっこよく言うとバイナンスをおもちゃにしとんですからね。勝手にハマってるのは私だけですけどね。はい、ということで次、現在でどうですよ、時価総額15、16ぐらいですかね。なかなかたまに爆発的な上げ方しとるテドス財団が、テドスのブロックチェーンエクスプローラー TZ スキャンとの契約が今年の第二四半期に期限切れになると発表していますよ。再交渉を進めていて、コードライブラリーの完全なオープンソースの条件をかけて再契約を推進中ですよと。各トークン、ここら辺のエクスプローラー、要はトークンに特化した検索エンジン IE 的存在ですかね、インターネットエクスプローラーみたいなのが盛んで、さすがにあれなんでしょうね、ユーザーにとって利便性が多分高いと感じとるから、そこら辺は意地でも死守したいんでしょうね。サクッとテドスのエクスプローラー契約期限切れについての交渉でしたということで。はい、じゃあ次、もうここら辺の ETF は完全に相場影響になかったんだなーっていうのが、クレセントクリプトアセットマネジメント LLC の子会社、クレセントクリプトインデックスサービス LLC によって上場投資信託 ETF の目論見書がアメリカの証券取引委員会 SEC に提出されていますよと。今まで結局仮想通貨の相場下がった時なんかは ETF が出ると相場戻る相場戻るって世論的には言われて、結局それがずっと先戻しで、もちろんそこら辺はアメリカの証券取引委員会さんに聞いてくださいっていう感じなんですけど、結局これが承認されようがされまいが相場的には戻ってきて、むしろビットコインなんかはどうでしょう、ピークの3分の1ぐらいまでには価格的には戻ってきとるから、長期的な闇は脱したとチャート的に判断していいので、ドル円も含めてそんなに世界情勢の動きとか、トランプ大統領を含めた関税などの政策、テロなどの突発的事件、もちろん社会的影響とか、どっかの自動車メーカーが壊滅的なリコールとかボーイングみたいなことはもちろん株とかに影響を与えますけど、あんまりこういうのってやっぱり仮想通貨に関しては影響ないんだよなって。だいたい毎日相場なんか見とってあれ8割か9割ぐらい、なんで上がったのか下がったのかわからんすもんね。ただ長期的に移動平均線とローソク利用してこっちの方行く可能性が高いで、そういうこと言ってるだけで、今目の先の価格を長期的にロングだからって上がるか下がるかって言われたら当てるの難しいですもんね。単純には別に ETF の金融商品が出たからどうのこうのってのはなかったんだよなって。だから期待されているバックとの先物とかそのあたり含めてもちろん影響は出ると思いますけど、バイナンスハックだって自分の想像ほどないし、要は未来のことは誰にもわからんということですわね、ということで。はい、じゃあ次、スイスの郵便サービススイスポストがブロックチェーン会社のモディムと協力して出荷品の温度管理システムを開発していますよと。サームケアと名付けられたサービスが荷物の温度なんかを監視して温度管理を必要とされる商品に対して流通全体にわたって追跡分析でなくなく記録も可能ですよと。これは医薬品なんか含めて、あの冷蔵とか冷凍とか温度管理をすごいシビアに求められるの多いですわね。これはスイスだけでなく他の国でやっとるとこもありますよ。単純な野菜の冷凍食品にした貯蔵保管だけじゃなく、やはり医薬品ですわね、一番多いのは。特に自分も知らんようなシビアな管理を求められるに関して、あ、読んでも並走いうのでいるんだというのがあって、そういうとこなんか本当このブロックチェーン管理というのは適してますわね。あの管理の証明にもなるし、その後何かあった時のリサーチなんかにも早いですわね。この温度でこの時間、例えばその箱の大きさどれぐらいで、移動期間どれだけ、航空環境とかと同時に、こういう温度記録センサーなんか含むっていうとか、そういうちょっと写真下にクリックするとどうでしょう、手のひらサイズぐらい、指ぐらいの大きさのデバイスがあって、そこで記録するらしいんですけど、これもスマホなんかと一緒で GPS とか含めて一つのデバイスに落とし込めると記録管理は楽だよな。 USB ぐらいのサイズが極端に言うと温度管理から GPS とかできて、さらにサーバー転送とか記録保管、それから追跡とか、もっともっと進んでいけばスーパーのアイスクリームとか冷凍物魚とか買った時に、あの一人どんだけとかもらってくるような氷とか、ああいうところの袋にタグ付けじゃないけどして記録保管していく。安価な商品だとさすがにそこまでやる効率化は感じられん一方、高額商品とか
どうしても危険にさらしていかんもん、やはりあれですよね、医薬品関連ですよね。そういうとこなんかすごい温厚あるんじゃないかなって素直に期待していますということで。はい、じゃあ次、こちらはサクッとライセンス関連だけで、仮想通貨の決済代行業者の UT トラストがスイスの金融サービス協会 FSSA にからライセンス取得しましたよ。 FSSA はスイスの金融規制当局 FINMA の正式な承認協会で、この登録時においてスイス内において金融ブローカーとしての合法的な活動が可能ですよと。要は取引ライセンス取得しましたよということで、それ以上はなく、引用メディアが経済関連のファイナンスマグネットによるということで、前もたまに言ったんですけど、コインネスの韓国関連はこれリンク記事ぐらいは欲しいですよね。あのツイッターシェアのリンクだけは置かなくていいから、いや別にこの引用元記事をググっていけば調べるんですけど、その時間がめんどくさいということで、よっぽど裏を取らなあかんことなら別ですけど、どっかで見とったりしてサクッと要約してまとめとる文章ならこっちでいいよなって。これは単純に私のコインネス韓国に対する利用法というだけで。はい、と次、そうこれがもう中国系、やっぱり来るの分かってて、やっと来たよなって、テンセントさんは逆にどうしたのっていうところなんですけど、アリババ系列のアントファイナンシャルや格安スマホのおなじみのシャオミが香港で金融業に参戦しますよ。要はあれでしょうね、中国の規制が厳しいもんで、結局香港の方で金融関連に手を出していったところでしょうね。ここで言うと中国のトップ4、アリババ手掛けるアントファイナンシャル、さらにスマホ関連格安を行っているシャオミ、それから物流やネットサービスなんかでおなじみの JD、 そしてブロックチェーンやフィンテック関連手掛けるだけでなく、保険関連でもトップ走っている平壌保険、それからゲーム規制なんかで昨日でも伝えた日寄ったと言っていたテンセント、このあたりが半年前後ぐらいをめどにして金融関連参戦していくってことで、あの Google とか Amazon もそうですが、今までやってなかったかおかしいぐらいですよね。アリババなんか特にブロックチェーン関連なんかをかなり開発盛んで手も広いですし、それはもちろんテンセントも同じで、規制当局的にやっぱり中国と仲良くしていきたいけどっていうところを香港の方に目を向けたのかなぜ。それは規制関連で行けば一番あれですわね、香港の方が楽ですわね。だからバイナンスだって中国関連を出てっとるわけだから、規制の下でやっとってこれだけ開発してきた中国のモンスターたちがこうやって規制の壁を取っ払っていくと、どれだけのことやっていくことかなんか興味津々ですわね。本当に話を巻き戻すけど、テンセントのゲーム関連なんか本当に規制ない方がよっぽどいいもんできると思うんですけどね。何をそこまで顔色伺っとんかなって、逆に今までのイケイケどんどんとは言わんけど、常に自分たちの優位性を捨ててきたところが、今ではなんかあのユーザーとか開発とか自分たちの楽しいものを優先しとるわけじゃなくて、規制当局の指示に従っとるような、言い方悪いけどなんとかいいのみたいな感じだよなって、そういうとこになんか嬉しい朗報ってところで、まあこちらもあれですよね、バイナンスのことばかりの戦闘モードに入ったとこさね。はい、ということで次、スリランカの裁判所がイスラムの過激化グループ NTJ の指導者モハメド・カッシム・ザランの亡くなったのを検証するため DNA 検証を命じていますよ。要は今までのテロがあって、少なくとも見積もって250人以上が亡くなっていて、500人以上が負傷し、その中でやはりボスの存在を確認したいってことですよね。警察サイドが、裁判所がザランの姉妹がDNA 検証を受けるであろうとの命令を出したと言っているそうで、これもまだまだ本当に余波が続きそうで、こうやって言っとる時に潜伏しとるとこがあったり、他の国なんかでもまた支配者とか考えたりとか、リーダーと思われるのがいなくなったかってそれで終わるわけでもなくて、かといって身元確認も必要で、とりあえずはその後の報告を待ちましょうというところで。はい、次、ビットフェニックスの公式ウェブサイトアナウンスから、 iFenix が新たに設立した子会社 Unsaid Leo Limited USL が今年の5月8日にスタートして、最大10億アメリカドルで作成した UNUSSEDLEO トークのセールスタートしましたよと。誰が買うやねんという感じなんですけど、最後の方に書いてあるのが、 LEO トークンは1933年のアメリカ証券法に基づいて登録されていないので、アメリカで提供またはセールできません。パーネだって。これ受けるって言った方がいいですね。これは先ほどのテロじゃないけど、テロリストがテロコイン売るから買ってくれって言ったようなもんですよね。いや、そんなもん買わねえよって。この英語の授業とかに出てきそうな比較級の文章ですけど、こんなもの買うぐらいならドブに捨てた方がマシだみたいな、本当にあれですよね。英語の例文が出てきそうですよね。これはまあ頑張って売ってくださいということで。はい、次、ハイプラ利用を減らすために輸出禁止がどんどん盛んになっていくということで、金曜日付ですね、180の政府がプラスチックの廃棄物輸出規制するための国連協定に同意しましたよと。数字で言うと毎年8000万ほどがこうやって
て廃棄物なんかに行って海なんかに行ったりして、最終的にあてクジラのお腹の中とか海洋生物に悪影響を与えとるってことですもんね。今までどうしてもリサイクルするより埋め立てたりとか、極端に言うと悪い方で捨てたり、要は輸出して自国で処理できず処理できるような国へ処理した風なような処理をさせるために輸出っていうことで行ってきたプラスチックですけど、今後10年とか20年とか経った時にこのプラスチックに変わるような物体っていうのはまた出てくるでしょうね。リサイクルするより新しく作って捨てた方がいいっていう、かなり使われてる物体っていうのが、それが何かは分からんですけど、実際にこれ国によってはプラスチックじゃなくてプラスチックもどきのプラスチックみたいな存在っていう物質を作ろうなんていう動きもあるから、要は安価に行って環境面とかその他の悪影響を現状では分からず、もしくは無視してコスト面を優先したマテリアル生産、もしくは再生物を利用していくってことですよね。この場合再生しないからリサイクル商品にはないですけど、こう考えると自分も含めて、まあ自分を代表にしてもいいですけど、結構人間ってやっぱバカだよなって、ここまでぐらいになるとやっぱ分からんのだよなって、数字とかある程度の裏付けっていうところが、感情じゃなくて結構論理だって説明とか、数字面で悪影響、この場合海洋生物とか含めた、要は自分たちにとって不利益になるようなデータをきっちりと理論立てて具体的に説明してあげんと動けんのだよなぁと、いやこれは自分も本当感じる限りで、プラが廃棄もしくは減っていくっていうのは盛んになる一方、その代替物が何になっていくのかな。今あるものなくすんだから代わりのものは何か増やさんことにはねえっていうところですもんね。そこら辺が自分の中でも明確に答えが出ていないというところで、はい、じゃあ次。アメリカのクラウドベースブロックチェーン BAS 企業シンバチェーンがニューヨークで開催するコンセンセス2019で新しいバージョンをリリース予定ですよ。シンバチェーンはアメリカの国防研究局 DARPA が出資して、アメリカのエンジニア企業 ITAMCO とノトルダム大学が共同設立したブロックチェーンプロジェクトですよと。情報的にはそれだけで、だからどうのこうのって書いてあるわけじゃないですけど、とりあえず新技術と思われるものをリリースしていくってことでどんなものなのかなってとこで、変わらず先ほども言いますけど、コインネスの韓国関連は Twitter のシェアだけじゃなくて引用元のニュース記事とそこら辺を置いてほしいよなって、大体のとこが分かっとるのはこうやって簡略化バージョンでもいいんですけど、ツイッターでそうやって送ってありましょうかね、なんちゃってというところで。はい、じゃあ次。中国アメリカは貿易問題の閣僚級協議を終えた一方、相変わらず中国製品に対する関税を引き上げる予定ですよと。これもアメリカサイドは別に全部が全部この条件を多分押し切っていけると思っとるわけじゃないと思うんですよね。もう少し低いところとか自分たちの目的とする落としどころがあって、そこのためにわざとこうやってやっとんじゃないかなと。別に何もこれ数字があったりデータがあったりそんな裏付けた記事を読んだわけじゃないですけど、単純な自分の憶測です。中国もアメリカのボスもいい意味でバカじゃなくて自分より賢いのは明らかで、これをすればこうなってしまうというある程度の予測範囲は考えられてると思うから、そこまでのところでは踏み入らんでしょうね。あの北朝鮮が真面目にどっかの国へ撃たんのと一緒で、撃てるのに撃たないのと、撃てないけど無理して撃とうとして撃っちゃった当たっちゃったとは大きな違いですもんね。できるのにやらない方がすごいピンポイントで狙える高度な技術がいるから、といってもこうやって関税問題だけでなくドル円に影響を全部が全部これで与えてないというのも、やはり仮想通貨の相場言ったようにあんまりこういう政策とかってそこまでめちゃくちゃ直接影響を与えんのだなーって、あの EU とかの銀行ボスが言った一言とかはさすがに影響ある部分はありますけど、そんでも瞬間的だよなーってとこで。はい、じゃあ次。ボストン連邦銀行がブロックチェーンテストを進めていますよと。イーサリアムとハイパーレジャーファブリックに関する概念実証のホワイトペーパーを発表している一方、自信持って進んどる感じじゃないよなーっていうのが、目標として監査ノードがどのようか調べていたり、データアクセス必要あるのか、やり取り方法やノード更新に運営上の問題、資金移動にコーディングを行うなどゼロから始めていて、これ世界の銀行、まあ、中央銀行を含めてそうですけど、ゼロから自前とかでやるより、この場合で言うとワイパーレジャーファブリックとかイーサとかっていうのは利用はいいんですけど、やはり何らかのプラットフォームでそのまま入っちゃうとかしてゴボッと利用しちゃった方が早いんじゃないかなって。前でも国によって中央銀行とかでブロックチェーン関連の開発進めるって数年やっててあんまりいい結果が出んってことは、自前のシステムに頼りすぎとか技術差が少ないとかっていうことで、もう買収しちゃうとか提携しちゃうとか投資する韓国
みたいに公募して集めるとか、いい意味での諦めも肝心なんかなって。別に全員が全員技術者じゃないですし、技術者であることが必ずしもできるとは限らないから、自分が技術者でないって感じたなら、技術者ではない自分の得意な部分、この場合銀行サイドでいうボストンサイドでいうところの有利な面を利用していけばいいので、バイナンスボスターって言ってますもんね、トレード自体は得意じゃなくてむしろ下手くそで損するって言ってるぐらいだから、だけどそこら辺のシステム開発の方が自信あるって言ってるから、有利な分野をプラスに浮かしていけばいいんじゃないかなと。ここら辺のブロックチェーンの開発とかも一緒かなって。マイニングが得意ならマイニングできゃいいし、逆に全体的に合ってないならブロックチェーン自体を捨てるっていう決断も必要ですよね。もちろんいろいろやってからですよ。手を動かしてないのに捨てるのはさすがに無駄な行動なので。結構こうやって開発含めた特に世界の様々な銀行分かれてるのが、やはりプラットフォームを利用してるか利用してないか、入っちゃうか入っちゃわないか、自前で開発できるとこって案外見とると少なくて、何らかの IBM とかそのあたりを利用してる面があるよなーって、リップルとかというとこで。はい、とそんな感じで最後はオーラス。あまり北朝鮮絡みのミサイル撃ったことはどうでもよくて言及してこなかった内容が、アメリカの VOA によると、北朝鮮が4日と9日に発射した短距離ミサイルが、この場合わざと短距離ミサイルって言いますよ、チェジュ島を除く朝鮮半島全域を打撃できると分析していますよ。最大射程距離が500キロなので、チェジュ島を除けば届くのではっていうリサーチ内容なんですけど、これは北朝鮮のボスも自分が勝手に過大評価してるだけかもしれないんですけど、ものすごく切れ者なはずだから、撃てる技術を開発できたとしてもそこへは撃たんでしょうね、ずらすでしょうね絶対。ここら辺のリサーチは憶測のはずだから、多分自分ならできる、例えばこれが1000キロ飛ばせるとするなら500キロぐらいの範囲内に収めますよね。要は半分ぐらいには多分安全マージンがあるから、まず失敗の確率が少ないだろう。だから要は被害を与えることをしたくないと思いますよ。いや、被害をミサイル撃っとるから与えとるんじゃないかというんですけど、本気で撃って攻めるとかどうのこうっていうのはほぼゼロだと思うんですよね。仮にワシントンへ撃てたとしても撃たないはずですよ。ここら辺は軍事的なプロの方のリサーチ内容の方が正しいんじゃないかな。単純な威嚇だけじゃなくて、もう少し別のところに意図があると思うんですけどね。そのアメリカとの交渉をもっと自分たちの優位な方に進めたいとか、そういう目的じゃなくて、別に隠しとるわけじゃなくて、それが明確に自分の中で答えな出てないから言えないけど、少なくとも勘の部分でそうずっと感じているというところで、だからミサイルなんかに関しては全くどの国にも危害を与える気がなくて安全って感じたんですよ。わざとああやって時間なんか絶対夜とかに撃たんし、朝方のああいう風の少ない時間とか、被害がないような確率的に低いところを狙って、真っ昼間とか夜とかってないですもんね、夜中とか。だってシリアとかあんな含めたテロ国なんか行うことって大体昼間じゃないですもんね。特定多数でやるのは別ですけど、あんな空爆とか攻撃って大体暗い時ですわ。人が見えるときにやらんすわね。どっかの日本の編集者の写真撮るのと一緒で、あれも明るいときにないすわね。そういう意味と一緒ということで。はい、とそんな感じで本日も来ましたけど、バイナンスの文章はあれ明らかになんかちょっと最後の方感情揺さぶるような書き方してうまいよなで、個人的に興味があるからのめり込んじゃう部分もあるんですけど、にしてもあの戦いは本当に興味があって面白いというところで、と同時にこれだけ世界的に仮想通貨取引所だけじゃなくて、ホテルとか含めた少しでも情報が国内通貨換算の価値以上のを見出すものに対して、守るより攻める方が強いっていう理屈と原理が何なんだろうなって。現状で言うとほぼあれですもんね、守る方が負け取って攻める方が勝って追跡できずにっていう、一般的な世界でいう犯罪とは大違いですもんね。テロなんか含めたって、もちろんあれは逃げ切る気がなくてやっとるのもありますけど、あっさり捕まったり、時間はかかれてなんとか解決に向かう一方、ハック関連ってなかなかあれですもんね、キムに巻かれてあれだけ追跡できるブロックチェーン利用する割には、紙切れみたいに破って捨てれば分かるような犯罪関連なんかが捕まって、デジタルの方が追跡できんっていう逆転現象がどういう理屈なんかなって、自分の中でもそれ解明できなくて、それが逆に面白いというところで、ビットフェニックスはいろいろやってるけど本当にもういいやという感じで、だんだんああやってインデックスとかいろんなところから削除されてって、本当に上場廃止とかそこら辺まで視野に入っとるだろうな。ただアメリカドル換算っていう強みがあるっていうだけで、他のステーブルコインが少しでも優位性見せれば本当にコロッとなくなっていくだろうなって、それぐらい信用面国内通貨換算以上に大事だよなって。
単純な数字だけじゃなくて、それは本当に身に染みた限りで、あとはやっとアリババとかテンセントじゃないですけど、金融関連でようやく中国規制当局のしがらみを自分たちの足で踏み出したよなって、抜ける方に対して。確かに仲良くして、あのいい意味で技術開発なんかしていけばいいのは分かってますけど、さすがにテンセントゲームなんかあそこまで別に規制食らっとって、そこまで従う必要はないよなって、なんかあんま自分たちの作りたいものを作っとるような感じはないですからね。結構 WeChat からゲームの年齢からプレイ時間、アクセス、ログイン、ゲーム内容を含めて広告規制とか、もう本当に言いなりとまで言わんけど、もちろんそっちの方が大事と思ってやっとるのはいいけど、少なくとも外野の目線からはなんか今までの優位性を捨ててきたテンセントに見えんよなって、だからああやってひよったという言い方をしたんですかね。あのバイナンスのスラングみたいな口汚い言葉言うわけじゃないですけど、そこら辺抜いていけば、韓国関連もやはり原発とかは欲しいんだけど、いろいろな規制があって、電気代とかの高騰とかもあって、うーんという状態で、そんな韓国が政治関連なんかは動画配信しとるのは、 GMO が決算関連なんかを動画配信してたのと同様の通り、あの手の試みはいいよなって。文章だけじゃなくて実際に自分の顔を出してて、バイナンスのボスもやりましたけど、別に今なんかペリスコープやツイッターなんか誰でもアカウント作れるし、やってやれんことはないから、そういう意味で本当に当局とか上の方、企業とかそこら辺の方へ動画配信も回ってきたのかなと、個人だけじゃなくて。はい、でまあそんな感じで、以上2019年5月11日本日ピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じで終わり。今日は何も言わない。